配分からです、今回もやっていきます。よいしょ。でちょっとですね、この中のものとかいらないものがたくさん増えてきたので、今回はゴミ箱を作っていこうかなと思います。もちろん僕が考えたものではありません。作っていこうかなと思うんだけど、先に必要なものを揃えたいと思います。じゃあまず石をこういう風にコの字みたいに置いて、その下にレッドストーンを置いてドロッパーができると。これで真ん中に新しい弓を置くとディスペンサーっていうのができます。よし、まずドロッパーを作ります。そしてその次に、チェストをですね1個作って、チェストを置いて鉄をこういう風に V の字に置いてやるとホッパーができると。まず今作ったのはドロッパーとホッパーです。で次に必要なものっていうのが、前にネザーに行って取れたこのネザー水晶を使います。まず石を下に3つ並べて、これはあの丸石を焼くとできる石ですね。でレッドストーントーチをこういう風に山みたいに置いてあります。で真ん中にネザー水晶を置くとレッドストーンコンパレーターっていうのができます。それとですね、両サイドに置いて、今回は山みたいに置かず両サイドに置いてレッドストーンを置いてレッドストーンリピーター、これも作ってやります。よし、こんなもんでできるかな。じゃあゴミ箱を設置、どの辺に置こうかな。ここにしようかな。じゃあここちょっと一回壊していきますけど、この感圧板のスイッチとか大丈夫かな。じゃあちょっと掘っていこう。まず2マス掘ってさらにもう1個掘ると。よいしょ。でここも1個開けとこうか。でやることといえば、ここにまず砂を、穴を開けた隣に砂を埋めておくことかな。でよいしょよいしょ。さあじゃあまず石を置いて、その上にレッドストーン置いて、リピーターをこっちに石に向けておいて、もう一個あっちに広げなきゃダメだな。やばい、いい音だ。あっち行ってて、レッドストーンリピーターの後ろに石を置いて、コンパレーターをこっち向きにセットする。リピーターはこっち向きで、コンパレーターはこっち向きでセットすると。でここにレッドストーンを置いて、さらに石を置いてやると。でここは埋めて、ここも埋めていいかな。でドロッパーをこっち向きにドンとセットして、サボテンっていうのは、今からサボテン置くんですけど、隣にブロックがあると壊れてしまうんですよね。こうあったとしても、ここにブロックがあるとこういう風に壊れてしまうので、よいしょ、この今赤い花崗岩だっけ、ここにはこの3つ何も置かないようにサボテンだけ置いて、よいしょ、あとは周りをブロックで囲ってやると。こんな、あ、ここ埋めちゃダメ、ここ、うん、ここ、こんな感じで OK かな。よし、じゃあ次にできたホッパーをここに置いて、その上にもう一個チェストがいるわ。よいしょ、シフトをしながらチェストを置いてやると。なんでここに例えばこの土を入れてやると、こんな風にペッペッてドロッパーが吐き出して、サボテンの上でアイテムが消失してくれるので、これがゴミ箱になると。あとはこの周りをこういう風に埋めてやれば完成です。これをやってやればね、いらないものを適当に、なんかいらないもの今持ってないけどこの辺なんかをこう入れてやると、どんどん下にね吸い込んで吐き出してくれるというものですね。よし、これでゴミ箱ができました。なんか早く終わりすぎたねこれ早く終わりすぎたね。もう一個なんかしようかね。よし、じ
じゃあ次は線路をね引いていこうと思います。金がね結構もったいないんですけど、ちょっと使ってやろうかなと思います。このパワードレールっていうものをちょっと持っていきます。どのぐらいいるかな、結構離れていくからな。どのぐらいいるだろう。1スタック持っていく。あ、もうこれだけしか作れねえやよいしょ。あ、違う、あと同じように鉄を並べて、よいしょ、線路をちょっと持っていきます。多分ね、こんなにいらないとは思うんですけど、ちょっと持っていきます。よいしょ、このぐらいでいいか。よし、じゃあちょっとやっていこうか。今回線路を作る場所なんですが、ネザーに作ろうかなと思っております。前回言ったですね、あのジャングルの近くの拠点、あそことここを結ぼうかなと思います。よし、さあ着きました。一応ガラスで覆ってあります。これだったらね、ガストに見つかってもっていうか見つかることがないので、このガラスはね透明だけど認識されないので、ちょっとね形がいびつだったり、こう穴が開いてるのはガラスが足りなかったり、立てるのがねすごい難しくて、あの常にガストとかを意識しながらのあの立てだったんで、この辺とかもまだ穴が開いてますよいしょ、じゃあちょっとここ降りて、こっからね引いていこうかなと思います。ここ難しいかな。よいしょ、まずここに2個引いて、1、2、いやーどうだろう、ここかな、こうかな。てか俺忘れ物をたくさんしてるわ。レッドストーン的なものを、あ、持ってきてるけど多分足らないよね。17本じゃ、ちょっともう一回取り行ってきます準備悪いな。多分ね、最初にパワードレールを2個置いてやればいいので、ここには、ボタンをね、ちょっとつけていきます。ここでいいかな。うん。このボタンもね、一応こんだけちっちゃいけど、1ブロックとして数えられるので、ここで押しても、ここが動作します。じゃあ、ここ。ここだよね。よいしょ。ここにもちょっと1本刺しとこう。で、まあ、ここにも刺しといて、結構ね僕はあまり勉強してないので適当にやっていくので、あまりこう参考にはならないと思います。よいしょ、で多分ね30マスにこの普通の線路30個ぐらいに多分パードレール1個でよかったと思うんだよね。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、でもカーブがあったらダメらしい。25、ここで1個ちょっと置いとこうか。1、2、3、4、5、でここ開けてすぐ横に配置だ。はいはい、やめて、もう絶対死んだじゃんこれ俺。もうちょっと道具がなくならんように確保。ちょっともうこの間が一番嫌だよすごい嫌な時間、悪魔の時間でね。ハートハンコで残れ、ハートハンコで残れ。くそちくしょう。でここにボタンボタンを設置と。でちょっと暗いんでライトで照らしながら、よいしょ、これでいいかな。この辺もね豚さんが湧いたら嫌だな。なんかいい方法ないかなこれ。なんか2マスにして 1.5 マスにするっていうのは思いついたけど、でもそれじゃダメな気がすんだよね。
まあいいか、とりあえずちょっとそれはまた考えるとして、ちょっと試運転だ、試運転。じゃあ行きますよ。ほい、スタート。お、着いたね。よっしゃ。じゃあちょっとまだまだ改善点はありそうですが、今回は、拠点と拠点をつなぐ線路、それとゴミ箱ですね、ゴミ箱作ってみました。ありがとうございました。